じゃないですかさっき映せなかったから。あっ、来たよかったーお待たせしましたー。皆さん見えてますかこんばんは。高橋メアリー順です。えー、3分ぐらいちょっとお待たせしました。すいません。フリーズしてました。あ、こんばんは。えー、初めての YouTube ということで、緊張しております。こんばんは、皆さん。 こんな夕方から見ていただいてありがとうございます。あ、最初はそんなもんですか。はあ、なるほど。よかった。<laughs> ありがとうございます。えー、っと、今日はですね、私、YouTube2 月5日にデビューしたんですけど、えー、これからどんどん撮っていきたいんですけど、皆さんが YouTube で見たいこと、教えてほしいです。 あと、あの、朝日や夕日の絶景をこう撮りに行きたいんで、皆さんの知ってるおすすめの朝日夕日絶景スポット教えていただきたいです。で、地方ももちろん回りたいんですけど、こう、ドラマー撮影の合間に行ったりするんで、都心とか、都心から行きやすいところも知れたら嬉しいです。あとは、普通に質問受け付けます。 お願いします。さあ、読むぞ。<laughs> コメントありがとうございます。おー、こんばんは。みんなすこ6時半から。みんなありがとうございます。え、歌 <laughs> えー、すごい。なんか、こなべさん、こなべ0110さんと、あ、が、歌声聴きたいって言ってくれてる。ありがとうございます。あ、ジャムジャムさんも。 皆さんの歌が聞きたいです。え、私歌手みたいじゃないですか。何の歌がいいですかえあ、どうああ、建設業さん、ルーティーンとかいいかもですね。ルーティーンね、確かにね、朝のルーティーンとか、私の厳しすぎる、もともと厳しすぎるルーティーンとか。なるほど。あ、はあ、歌。えー。 真夏さん推し、コウノドリ見て好きになりました。ありがとうございます。あ4年前ぐらいか。あ、ーた小林さん、コナベスさん、ずさん、あゆいやああいうリクエストあゆですね。どうしようかな。じゃあ、何がいいかな。うんうんうん。じゃあ、M ですかね。ちょたまに裏返るんですけど、これ。いきますね。M ね。アカペラね。<laughs> マリア愛すばき人がいた傷を負ったすべての者たち <laughs> あゆあと何があるかなあのあゆちゃんのあの CM であゆちゃんが一言言って歌が流れるっていうやつもよくやるんですけどそれもやりますねパナソニックあもう一回行こごめん パナソニック、どんなにど、えーく <laughs> リスペクトありきでモノマネしてますんで、そこはちょっとお願いします。<laughs> これ生でやんの怖い <laughs>。よし、ちゃんと読みますよ。ああいうね、やりましたよ。もう恥ずかしい。歌うと思わなかった今日。<laughs> 歌手かいみたいな。モノマネ芸人かいみたいな。もう。 鉄印状の旅でも歌の無茶ぶりあったりとかして、津軽海峡急に歌いましたから、私。あ、綾野さん、トレーニングしてるところ見たいです。見たいですよね。言われると思った。トレーニング動画も撮りたいな。あ、浅草結衣さん。妹とコラボしてほしいです。したいこれは妹とも話してます。これはいそうですね。えー、橘亮さん。 ありがとうございます。伊豆半島の先っぽの色咲きの色神社というところで見る朝日、忘れられませんでした。えー、行きたいな。伊豆の行きやすいな。あ、え、ー嬉しい。あ、あ、長澤美穂さん。あれ、ほうさんじゃないほうさん。あ、生寺さん。の原作者のほうさんじゃないかな。トレーニングしてるところ見たいです。ほうさん、トレーニングしてるとこ取りますね。ありがとうございます。 あとは、えー、あ、似てるって、皆さんありがとうございます。あれ、待って待てえー、クオリティ高い、めっちゃうまい、ありがとうございます。<laughs> うん高根の花子さん。お、iPhone さん、ありがとうございます。マハウキタタラガ、タガログ語で。 あ,あのすごく好きです。本当にすごく好きですって意味なんですよね。ありがとうございます。うん、えー、あ,あ、はいはいはい。待ってね。コメント。あ、おもろい。あかんおもろい。ありがとうございます。似てるって、あゆ。ありがとうございます。待ってね。えー浅草由衣さん、妹と催眠術体験企画やってほしいですって。本当にこれはもう嘘なしで、ね、やるならやりたいですね。 ハイド3263ありがとうございますグルメ旅みたいですいいですね私食べるの好きなのでうん食べてるところ取りたいですねあとはあ待ってああ TM ストイックさんありがとうございますま愛ちゃん女優さんなのに格好つけないとこは素晴らしいねあ面白い愛ちょっとめやちゃんの私服コレクションみたいですあこれもねやりたいんですよ これもやりたいと思ってます。こ1週間コーデとか。ああ、立花亮さん。あ引き続きありがとうございます。僕は今農業やってるんで、メアちゃんが農業に関心持ってくれて嬉しいよ。いや、本当にここ1年は、本当に農業というか、まあ、農に触れることができて、農の学校に行ったことによって、本当に豊かな1年になりました。でもまだまだ本当にもう1年通いたかったぐらい、もっと覚えたいことがたくさんあるので、 これからさらに勉強していきたいなと思います。リアルに農家さんとかに会いに行ってお話伺っているところとかもうん取りたいなと思います。ああ、ちこさんありがとうございます。北アルプスの白馬の朝日は最高なのでぜひ白馬も聞きます行きたいな。 ありがとうございます。ルルえぇ、ー。さんありがとうございます。南房総の小浦海岸。ええー、行きたい。いっぱいあると嬉しいなぁ。えー、あ、ちょっと待ってね。えぇ、ー。あ、ちょ、まさたかさんありがとうございます。ちょっと遠いんですけど、北海道。なんて読むんだろう、これ。えりえり え、えりンんひさき。で、朝日どうでしょうか。よさそう北海道もいいな。最近、鉄人町の旅で行ったんですけど、北海道。好きです。北海道とか。なんかね、なんかそういう高い建物とかなさそうで見やすそうですね。えっ、ー、と、国彦斎藤さん、ありがとうございます。葉は山はの森と海岸の夕日はずっと見てられます。葉山、ま、いいですね。本当は今日、 鎌倉に夕日取りに行く予定だったんですけど雪で行けなくなっちゃっただから急遽違う企画違う企画取ったんでお楽しみにうんうんおなあチコさんありがとうございますお腹にいい食事やってほしいですあいいですねあの実はちょっと今日そういうそういった類のものを実は今日やったんですよ えー。あー。お、あの、H ちゃん、新宿御苑のイベントで買い物しましたよ。ありがとうございます。あの、三月十二日に、また、新宿御苑で、いちごフェアやりますので。あ、十二十三とあるんですけど、私は十二日に出席予定なので、ぜひ。あの、お時間ありましたら、遊びに来てください。朝九時から。お昼過ぎまで、やる予定です。 あおゆうとさんありがとうございます将来的に農業と女優の両立ですかいや全然私はあの農家さんと話す機会が多いのでせめて失礼のないようにお話しできるようにあの農業をの学校に入ったのでまだその私自分が農業できるかどうかなんでしょう農業って楽しいけど絶対その大変なこともいっぱいあるので簡単に農業やるとは言えないんですけど すごくかっこいいお仕事だなって、まあ、いろんな農家さんに会って思うので、うんまあそのまあ、大変さも聞くので、農業やるとは簡単に言えないけど、農、まあ、には触れてたいなって思いますね。せめて、まあ、将来自分が家族持ったら、家族分のお野菜とかは作れるようになりたいなっていうぐらいです、まだ。はい。だから農業やるかまだ分かんないです。 でも農業のかっこよさとか大変さは、まあ、発信していきたいなと思います。えー、あ、そっか、ゆうとさんですね。ありがとうございます。うん、いっぱいあるんだなたタワさん、ありがとうございます。富山ね。富山をまつりに来てください。いっぱいおすすめの場所ある。うれしい。知れて。お、まっちゃんさん、ありがとうございます。めあちゃん、滋賀県から聞いてるよ。まだ帰ってきてね。行きます。 地元の朝日夕日も撮りたいなぁ。あのさん、ありがとうございます。長野県もあるんだ。もう本当いっぱいあるね。ええー、嬉しい。本当助かる。めちゃめちゃ助かる。キムタコさん、ありがとうございます。メイキング映像やドキュメンタリーみたいです。皆さん、ナレーションつきってなるほど。ナレーションいいですね。こん ああ、なおちゃちゃさん、ありがとうございます。こんばんは、高橋めあちゃん、綺麗すぎて大好きです。隣の家族は多く見える。ありがとうございます。のドラマ見て、めあちゃん、素晴らしい演技に感動しました。ありがとうございます。めあちゃん、日本語のほかに何語を話せますかいや、私、実はその、英語は本当日常会話程度で、うん。 そうネイティブじゃないんですけど、今も勉強中です。あとはタガログ語は聞いてわかるぐらいと、また、あ、んちょっとわかる感じです。コンティーランですね。コンティーラン。少しだけですね。でも、めちゃめちゃ語学はすごく興味がありますね。スペイン語とかもやりたいし。英語聞いてみたいですえホーほうさん,、うん。英語何て言うかな ?Hi, let me introduce myself. I'm Mary Jones. t h、ashi. please call me mj <laughs> i was born in kyoto and grew up in shiga and i used to be a model for eight years and then i became an actress and i've been an actress for maybe about 10 years so i've been in the entertainment industry for eight plus 10 18 years in total i think <laughs> uh, っいね、すごく細かくコメントを読ませて読ませ,させていただいてます。英語ね頑張って勉強しますよ教えてくださいね私インスタで文章とか英語を書いてるんですけど絶対間違ってる時あるから教えてほしいです誰でも最初のね一歩あると思うんでなんか結構間違えんのが怖くて英語使えないとかあ,あるんですけど間違えてもいいや使わなきゃと思って。 使っていこうと思っています待てよ待てよ今どこだえ、英語英語言いました MM さんありがとうございます四国の島並海道景色が綺麗ですよサイクリングもできますサイクリングいいですね自転車も好きなんですよロードバイクとかあ広平佐々木さんありがとうございますアンバランチ見てましたアクションシーンの秘話なども聞けたら嬉しいです 確かに、アクションシーン。アクションシーンは本当に、あれなんですよ。あの、あんまり練習時間なかったんですよ。撮影中に撮ってたんで、こう台本が出来上がってアクションシーンあるから、あこの、撮影の前日に2時間練習しましょうとか、で、2時間練習して、もう撮影、みたいな。だから結構ドッキドキの、本当緊張してましたね。でも本当にアクション部の方のサポートのおかげで、安全に、 かっこよくアクションすることができました。ありがとうございます。ほんとせっかくアクションをやらせていただいたんで、どんどんアクションの作品もやりたいなと思います。えー。えー。あゆうこうのさん、じゅんちゃんの料理ライブ見たいな。ありがとうございます。やりたいですね。やりたいですね。もう、もう。 はちゃめちゃになりそうですね。<laughs> はちゃめちゃになりそう。キッチンすっごい散らかりそう。二の前さん、ありがとうございます。めっちゃいい奥さんになりそう。本当ですか超意外。全然慣れなそうじゃないですか <laughs> 結婚にもいてなさそうじゃないですか <laughs> えぇ、ー。待ってね。あー、チコさん、ありがとうございます。都心から近いのは定番の高尾山。確か 行きやすいな。あっはぁいっぱいある嬉しいなおあいあいさんありがとうございます何食べてどんなことをしたら素敵なメアちゃんになるんですかうわありがとうございますいや私あのすごくごまあ、オーガニックのものとかすごい好きで添加物もなるべく避けてる時は避けるんですが本当に結構あの定期的にチートやってますよ例えば あのまあ、結構私連載とか書いたり、まあ、本も書いたことあるんですけど結構夜中まで書いてる時にその作家っぽい雰囲気にこう酔っちゃって夜中にカップラーメンとかやりますよ <laughs> あそれこそもう普段全然食べないけどもうピザとかあっつあっつのピザチーズとろってこうチーズとろっ,って大好きなんですよこ伸びる感じがでピザ食べてるとこもちょっと取りたいですね ありがとうございますあだからそう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 チートしか話してないけどそう普段はもうオーガニックのベビーリーフとひらがいの,あの卵とかグラスフェットのビーフとかを食べてます。もうほんとシンプルです。あ待ってね。あだあまた引き続きありがとうございます。ダハイド326さんありがとうございます。絶叫とか何かに試してみた系統もおもしいと思います。 面白そうだと思います確かに思いました。私、ジェットコースター大好きなんですよ。そこで叫んでるとき、超気持ちいいんです。<laughs> あのとき、すごいなんか、なんて言うんだろう。なんて言うのそういうの。エクスタシー <laughs> アドレナリンがすごくて、絶叫マシン乗ってるとき、もう一人の自分が出てくる感じがして、すごいストレス発散になるんで、絶叫マシン乗りたいんですよ。最近乗れてないな。 あ待てね、えー、っとですね。あ、えなこさんありがとうございます。まヤ、あ、ちゃん、ネガティブな日はどうしますかうーん、ネガティブな日は逆に思いっきり泣いた方がスッキリしたりするんで、もういい映画、泣ける映画とか、泣ける音楽とかかけて、次の日撮影なければ思いっきり泣いちゃったりします。で、やっぱり夜ネガティブに、 人,まあ、人ってなりやすいらしいんですけど結構寝たら改善されることが私は多くて寝たらあれなんで怒ってたんだっけみたいな忘れちゃうんですよで怒ってたの私は怒ってなきゃいけないんだって無理やりこう怒んなきゃってやってる時もありますねありましたねあとはこう日に浴びたり散歩したりすると結構私はポジティブになりやすいです 待てね、あとってねゆっくり見てますようんあらこなべさんありがとうございますおいらんですねこれおいらん言葉を希望でアリンスああ私あのドラマの人大好きで中谷美紀さん演じる野風のモノマネモノマネっていうか野風に憧れてアリンス一時ずっと使ってましたよ雪に なりとアリンス。でね。そうすれば。皆か、いつ、何時でも。な皆たさんの肩に。落ちることができるでありんしょ。<laughs> 思い出すだけで泣きそう。あ、ま、ま、マックさん、マッケイさん、ありがとうございます。めあちゃんの本大切に持ってます。ありがとうございます。お悩み相談など、めあちゃんの人生観や。考え方などが知れる動画を見たいです。 あそれも取りたいんです <laughs> それも本当に撮りたいんですよ。あの本当、まあ、私のまだ全然短い人生人生経験しかないんですがそこで学んだこととかうん話して、まあ、少しでもこう誰かの光とか、うん、励ますことができたらすごく嬉しいなと思ってるんでそれはやりたいですね。 あとは、うんだね、あ,ありがとうございます。皆さん。竹の上聖やさん、ありがとうございます。ヤンキー系のドラマみたいです。わあ、ありがとうございます。そう、私、ヤンキー系、喜ばれるんですよ、怖い系が。よく、怒ってくださいとか、蹴ってくださいとか <laughs>、コメントいただいたり、うん、言われるんですよ。 カイトさん、ありがとうございます。ソロキャンプ行ってみた的な動画みたいです。うわあ、いいですね。キャンプもいいですね。キャンプいいな。アウトドア大好きなんで。あ、ちょっと待ってね。あ、えー、IMM さん。ありがとうございます。<laughs> 人生相談ライブしてほしいです。いいですね。私、答えられるかなでも。 やりたいですね、それは。話しながら私も一緒に学べそう。直木久保田さん、ありがとうございます。今日何時までライブやってますか大体30分から1時間やろうかなと思ってます。だから、6時半から始めたから、7時から7時半の間ぐらいまでやってます。あ、京さん、ありがとうございます。3日後、看護師の国家試験。 うわ大変頑張ってください大丈夫。普段勉強してたらもうあとはリラックスして答えるだけです。<laughs> 大丈夫です。頑張ってください。応援してます。うんうん89コイさんありがとうございます。はじめまして。伊勢神宮行ったことありますか ?1 回だけあります。めちゃくちゃ良かった。 めちゃくちゃパワーもらいました。すっごく太い気があって、そこに抱きつかせていただいて、パワーもらいました。また行きたい。また行きたいです。うん。待ってね。うん。うん。えん。プーさん、ありがとうございます。朝のルーティンとかありますか 自分にとって普通のルーティーンは多分違った、なんか人によっては変わってるように見れるかもしれないですね。その動画もいつか撮りたいんですけど、朝のルーティーンは起きます。ベッドメイキングします。お風呂溜めるか追いだけ押します。コンタクトつけます。左右飲みます。うん。あ,あと、現場があるとお弁当を作ります。 持っていく左右も水筒に入れます。あと、もう少し10分でも余裕があったら瞑想しますぐらいかな朝早いこと多いんでそれぐらいかなうんでまあ現場じゃない日朝ごはん食べるとしたらもうベビーリーフあの あの6分茹でた半熟卵を食べるかなでそうコーヒーが大好きなんでコーヒーを豆から自分でひいて作って飲みます好きなんですよねなんか機械持ってなくてそういうウィーンっていう機械なくて本当にもう手で絶対引くようにしてますねたまにでも妹んちとか弟んち行った時とかにすごくいい機械 とかで入れてくれるコーヒーはそれはそれですごく美味しいですね。こうミルクがクリーミーになったりとか、本当カフェに来てるみたいな感じ美味しいですね。<noise> あとは、ムーん、ムーヤナ27、ムーヤナ27さん、ありがとうございます。インドネシアです。インドネシアから ありがとうございます。Thank you. インドネシアで、ありがとうってどう言うんだろう。なんて言うんだろう、ありがとう。えー、えー、ナボッチさん、ありがとうございます。みやちゃんの性格も。 素敵でかっこいいです。メアちゃんの文庫も読み、すごく感動しました。ありがとうございます。メアちゃん、家族みんなもとっても素敵すぎます。ありがとうございます。友達たくさん作る方法教えてください。いや、私もね、そんな友達は多い方ではないんですが、どうやって作るんだろう。でも、私もともと人見知りですって言ってたんですけど、もう、なんか人見知りですって言うことによって、人見知りになっちゃうから、人見知りでも、 あのもし人見知りですか?」って聞かれたら「いや人見知りじゃないです」って言ってそこから頑張って話しかけるようにします。<laughs> で友達になりたいなと思ったらもともとは絶対自分から誘わないけどなるべく「ご飯行きましょうよ」「こう行きましょうよ」って誘うようにします。とか「えラ l i n e ンとか聞いていいですか?」聞くようになりましたねここ数年。話しかけることですね。 嫌な…話しかけられて嫌な人ってたまにいるかもしれないけど、まあいい、え話しかけるのちょっとって人と別に友達にならなくてよくないですか、たぶ <laughs> えー、山本晃平さん、ありがとうございます。皆さん、本当は身長170ありませんかあそっか、私、プロフィール169センチですもんね。170ちょうどです。 <laughs> でもなんかおすごく大きく感じられちゃうじゃないですか、170って言ったら。なんかそういうのあるんですよ、なんか身長で共演 NG とかいろいろあるみたいで、今もあるか分かんないんですけど、そういう噂を聞いたから、一応169に、160代にとどめております。本当は170ちょうどです。うーん、待ってね。みんなありがとうございます。 タっ、太さんあさっきもありがとうございますね。メアさんのやりたいこと多くてワクワク感伝わってきます。はい、ワクワクしてます。お、スキやヤブちゃんさんありがとうございます。芸能人の滋賀県人、会って、会ってはるんですかあの、私、先日、ウーバーワールドさん、滋賀出身の。ウーバーワールドさんライブ行かせてもらったんですよ、一人で。そこで会わせていただきました。かっこいいお兄さんたちで。 シガの星。ライブかっこよすぎました。ウーバーワールドさん。歌うま。拓也さん。アバランチの主題歌も2曲歌ってくださって、めっちゃかっこよかったです。滋賀県いい人多いんですよ。それこそ、t m レボリューションさんの西川さんもお話しさせてもらったことあるんですけど、めっちゃ気さくでめっちゃいい人です。面白いし。そうみんな面白い。滋賀の人優しくて面白い。 ああ待て待て待てさんありがとうございます全然質問内容とは違うんですが、筋トレしている旦那がメアリニュー・ジュンさんの細町は存在しないという発言を聞いて、メアリュー・ジュンさん最高って言ってました。ありがとうございます。これ結構確かに筋トレしてる人たちから結構なんか拍手いただきました。とか言って自分,自分もトレーニングしろやって話なんですけどね。<laughs> あ小持ちの飛車もさんありがとうございます。メアちゃん、メイク動画とか出す予定ありますかこれは 出したいですこれはね結構あのリクエスト多くてメイク動画絶対やりたいなと思ってますスキンケアとかやばい,やばいうーんあやあー待ってねどんどん私はちょっと待ってコメントがうん さん、再びありがとうございますずーっと前にテレビで姉妹でこれだけしか服持ってないと紹介してましたが今も少ないですか少ないんですはい本当に気に入ったものしか買いたくないんですよねあの捨てたくないんであ人に今あげるならいいと思うんですけどなんか物がないとすごい豊かだなって感じるようになってきたのでこう結構スペースを大事にしたくて何だろう衝動買いは全然ないですね 来年も使うかなーって考えながら買いますね。あと、ニット寒い時、ニット欲しくなるんですよ。どうしても可愛いし。けど、ニットって毛玉になっちゃうから、高いニットは買うのやめようって思いましたね。うん。でもまあ、お洋服もね、なんかその、難しいですね。その、まあ、地球の裏側で作ってくれてる人もいるんで、そういうのを考えながら買うようになりましたね。 うーん。エ <laughs> スさん、ありがとうございます。東京の青みやっけこれ。青みやっけ青み知ってますかゼップ東京があるとこですかゼップ東京があるとこかなって思ってます。それやったら知ってます。ゼップ東京めっちゃ行ってたんで。うーん。え、ね、あっ。 ユー、ユーシーブさん ?SIV さんありがとうございます。アバランチの裏エピソードみたいな聞きたいです。アバランチ、そうですね。結構、あれです。あの、脚本とか、脚本に書いてたところから、結構その場で、さらによくしようって話し合いして、急にこう、セリフ変えるとか、流れ変えるとか、結構やってましたよ。すっごくクリエイティブな現場でした。 うん。ほんなんだろうな、ね。うん。そうですね。とにかく綾野剛さん、主演の綾野剛さんが本当に素晴らしいリーダーシップで引っ張ってくれて、本当に心強かったですね。本当頼もしかった。なんか、すっごく忙しいのに、すっごい考えてて、いつ寝てるんだろうって思いましたね。うん。本当に全部見えてる。全体。 全体の広くも見えてるし、細かいとこまで全部見えてて、すごいなと思いました。なんか、私の大好きなあの言葉が、Difficult, ィィスイ s Impossible の、難しいはい。不可能いいえって言葉なんですけど、綾野さんは本当それを目の前でこう、やられていた。難しくても、あの、なんだろう、常にこう、なんか、できる、できる方法をずっと考えてらして、まあ、いっかっていうのなくて、 うん、ずっと前を向いていらしたんで、すごくそれは刺激になりましたね。うん。すごい俳優さんだと思います。うーあ、ディエスケさん。ありがとうございます。どんな人タイプですかすごい迷うんですけど、えー、っと、 私、あのー、食事、結構、まあ、美味しいものが大好きなので、と体にいいものも好きなので、まあ、食のモチベーションが高い人がいいですね。なんか、胃に、まあ、もちろん、もう食べれて、生き延びれたら、それで幸せなんですけど、まあ、せっかくだから美味しいもの食べようっていう人だと嬉しいですね。うん。あとは、そうですね、なんか、鍛えてる人好きですね。あとは、 面白い人も好きですね。あと、<laughs> なんだろうなぁ。なんで言うんだろう,うーん。あ、月より太陽みたいな人がいいです。なんかミステリアスとかじゃなくていいです。<laughs> あの、普段クールだけど、たまに優しいみたいな感じじゃなくていい、ずっと優しい人がいいです。<laughs> うん。そうですね。なんかこう、暗くな、一緒にいて暗くなっちゃうとか。 自分が情緒不安定になっちゃうみたいな人はあんまりタイプじゃないかな。一緒にいてワクワク、ポジティブの方がいいですね。んあ、土間さん、何度もありがとうございます。ビアコの水止めたろかは言ったことありますかあります何回もありますで、びっくりびっくり。ビアコの水止めたろかって言って、ビアコの水ほんまに止めたら、 滋賀県沈むらしいですわ。<laughs> なんかテレビで見たんですけど、それ知ってから言いづらくなりました。逆にこれ言ったら、言った後に、滋賀県沈むぞって言ってほしいです。それ覚えておいてくださいね。それ覚えてくれたら、私これ言ったら、そのツッコミ言ってくれるってことですもんね。言ってほしいな。ビアコロ水止めたろかで終わりたくないな。滋賀県沈むでまで言ってほしいな。 あ、あ、ちょっと待ってね。えー、も、ま、う、あ、な、え、すごい。あっという間に時間過ぎちゃう。待ってね。コメント嬉しいな。コメント嬉しい。えー、あっ。えー、ナボーチーさん、深い質問でありがとうございます。メアちゃんのお母様は現在の国籍はフィリピンか日本どちらですかまたメアちゃんは日本人として生きていますか母はずっとフィリピンの国籍です。私は日本人。 国籍は日本なので、日本ですけど、私は日本もフィリピンも両方のつもりで生きてますよ。うん。うん。ハーフとして生きてますよ。はい。なんか、一時、そうですね。一時こう、あ、今思えば、私、フィリピンに対し、フィリピンの地に対して失礼だったなっていうこととか、なんか、ハーフを気にしちゃったこととか結構あったんですけど、克服しました。うん。 克服しましたね。フィリピンの地にめちゃくちゃありがとうですね。やっぱり大好きな母の地を否定することは絶対したくない。絶対したくない。うん。めちゃくちゃいいですよ。なんか、両方の文化知れるって。めちゃくちゃいい。楽しいですよ。国籍にこだわらないです。<laughs> うん。 なんかたまになんかそういう差別する人とかいるけどね。ほっときましょう。<laughs> うん。うーん。えー、えー、どれ答だよえー あガイさんありがとうございますテレビでユウさんが言ってた気がするんですけどどんなに暑くても冷房つけないって本当ですか僕は登山子なのですぐ冷房つけます。えそうなんですかあ私ははいあのー、なるべくつけないですよあの。熱中症で倒れそうってなったら倒れれそうってなる前につけさせていただきますけど基本扇風機とあとアイスの氷を あの枕,も枕もというか近くに置いて指一本ちょんってのせるだけで涼しく感じるんですよ。ほんまに。暑っるい熱い熱いああアイスなんちょんあー涼しいふうって寝れるんですよ。ほんまですよでもあの、ま、エコも大事ですけどみんな熱中症で倒れたりしたらあかんので一応自分の体大事にしてくださいね。うん え、でも、トソンコって北海道って涼しいイメージがあるんですけど冷房必要なんですね。へ、え、ぇ、ー。お XO ティナさんありがとうございます。最後の晩餐何食べたいですか最後の晩餐はね、昔は決めてたんです。すき焼きとかお母さんのご飯とか。でもね、決めたんです。そのの時食食べべたいいいものを食べるが一番いい うーんあ、皆さん夜ご飯食べるんですね。ありがとうございます。お腹すいたときに見てくれて。うん。待ってね。おすすめのスキンケアはちょっと動画で撮りたいと思います。本当にね。結構夜詳しいことがあって。<laughs> 詳しいことがあるんで詳しくちょっと知ってることがあるんでそれそれ込みでちょっと動画撮りたいですね。渡辺さん、なんていうもんだろ輝く。渡辺てるたださん,さん高橋優さん、元気してますかありがとうございます。妹、超元気です。子育て、奮闘しています。 ユウもね今度一緒に YouTube 出てもらおうと思います。シーん C さんありがとうございます。最近の体調どうですか。メアちゃんの活躍とともにお体も心配してます。ありがとうございます。えー、いろいろはい私はちょっとね大病とかなんねしてきましたが今はめっちゃ元気です。ありがとうございます。 ううううううまたはいさあつユ,ミユミメソさんありがとうございます次のライブいつやりますか決まってないんですよ定期的にやりたいですね楽しいですねさとみひらのさんありがとうございます食べ物で気をつけてることありますかすごくありますえー、なるべく私は あの、栽培期間中に農薬を使っていない野菜を食べるようにしています。うん。あと、卵も、なるべく平貝とか放し貝とか、あの、数が限られてる、大量生産は、まあ、されてない感じの卵を、あの、買うようにしています。あと、なんだろう。 そうですね、肉,肉も超おいしいんですけどね大好きですけどね、まあ、なるべく家ではそうですねグラスフェットビーフのお肉を頼んでそれを調理して食べるようにしていますなるべくホルモン剤とか入れないようにしていますん えー、ああー待ってねうんあ。ありがとうございます。たくさん質問嬉しいです。ありがとうございます。<laughs> いっぱい嬉しいよ。ありがとうございます。あ,あ,あ綾のさん、ありがとうございます。素敵なお母様の動画出演も楽しみにしています。お母さん、めっちゃ面白いんですよ。 最初緊張してあんま出ないかもしれないんですけどめちゃくちゃ面白いんでお母さんいっぱい映したいななんかあのフィリピン料理とかお母さんすごく得意です,すっごく美味しいんですよそのそういったものもこう作り方とか教わってうん取って発信したいなと思いますうーんええー たくさん嬉しい。あ、ユーオーユユオレルさんユオユオオレルさんどっちだろうありがとうございます。お酒は飲みますかあのたしなむ程度に飲みますよ。であんま飲まないです。あの私、すぐむくんじゃうんで、次の日、撮影だと飲まないんですよ。ってなると、ほぼ飲,むあの飲める日がないんです。だけど、楽しいですよね。なんかその飲んでる空間は大好きです。 あと私、あの、ナチュラ、ナチュールワインっていう酸化防止剤とかなるべく入っていないワイン、好きですね。なんか次の日残りづらくて、あと美味しいし。それは好きですね。買っちゃいますね。お真田幸村さん、ありがとうございます。タイムスリップ。えー、結婚はしないんですかわかんないです。まだする予定ないです。なんか結、なんか、 ようう、やくこう結婚しなきゃっていうのにことらわれなくなったので絶対結婚しなきゃと思ってないですでも家族は欲しいのでそういうパートナーは欲しいなと思ってますだから結婚したくなったらするししたいともなんなかったらしないって感じです当たり前ですけど <laughs> すいません <laughs> あっという間ん待ってねあー ありがとうございます北海道場所によって冷房が必要ですね。そうなんですね。すみません。全然知らなかったです。ありがとうございます。そうなんだ。やっぱ暖かくなるんだね。全然ね。最近行った北海道がもう真っ白の銀世界だったんで。夏の北海道行ってみたいなー。おー !TM ストイックさんありがとうございます。YouTube でメアちゃんグッズをファンの意見聞きながら作るのどうですかそれめちゃくちゃいい作りたいです。それめちゃくちゃいいな。作りたい。 ガミガミさん、ありがとうございます。高嶋アリジュンさん、なんて呼ばれるのが多いですかそう。本当にそう。メアさんアリさんあアリ, <laughs> ア,リ <laughs> ジュンさんアリジュンさんアリジュンさんいや、ないやろ。何て呼ばれるのがいいですかね私はね、よくメアちゃん、メアさんって呼ばれることが多いです。メアリーあと、たまにジュンちゃんって呼んでくれたりとかありますね。アリさんはない。アリジュンさんもない。メアジュンはあります。 外国の方には MJ と呼ばれます。まあ、呼んでって言ってるんですけど、私が。あっくん、ありがとうございます。はじめまして、よろしくお願いいたします。登録させていただいてもいいでしょうか。ぜひ、お願いします。<laughs> チャンネル登録、お願いします。<laughs> めちゃくちゃ嬉しいな、コメントくれるの。本当に嬉しい。私、本当に毎晩、あのコメントあの、インスタでコメントしてくれる人とか、YouTube にチャンネル登録してくれる人とか、コメントくれる人の見てあのあ、こんなにいるんだって言って、ああの思って、ありがとうって言いながら寝てます。本当に嬉しいです。ありがとうございます。嬉しいわ。うんまあ。嬉しいわ。 なががってんな <laughs> 好きやぶちゃんさんさありがとうございますお母さん、腕はしてたね。あれ、これ、この裏,裏話してて、これコメントしてくれてますかそうお母さんね、腕はね、してるんですけどね、実はお母さんをおすすめの生態に連れてったことがあって、そこで、あの、 まあ、お母さん生体の方が用意してくれた着替えに着替えたんですけどまあそれでねベッド寝転びますそしたら腕は外してなかったんですよ10連ぐらいの腕はめっちゃ邪魔じゃないですか生体やんのにこことかほぐしたいしだからお母さんそれ邪魔やし外しいやって言ったらちゃうねん太って腕は取れなくなってって。 めっちゃ面白くないですか <laughs> めっちゃ邪魔あれもうじゃら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 うるさいし <laughs> めっちゃポーカーフェイスの生態師さんがさすがに笑ってましたそれはでもなんか最近痩せて一回取れ,れたみたいですけどね <laughs> 面白いんですよお母さんほんまにみんなにみんなとみんなに見せたいなお母さんあエスさんありがとうございますちなみにお梅と読みます さっきの私が青海って言っちゃったでや,つやつですね。ゼップ東京と間違えたやつ。お梅ですね。名前だけでも覚えておいてください。覚えます。お梅ね。ありがとうございます。すいません、間違えまして。うーん。でね。お,お、うーん。 何え何え何え、uh, uh, ルあ、太郎くじさん、ありがとうございます。チャンネル登録させていただきました。ありがとうございます。嬉しいわ。あ、ともともさん、ありがとうございます。お母さんとは英語でも会話しますかあの、ここ2年ぐらいはしますね。混ぜて。 私の英語の勉強のためにも英語で話すようにします。でも、まあ、途中から関西弁になったりするんですけど、メールは絶対に全部英語です、母とは。うん、うん南さん、ありがとうございます。ドライブで聞きたい曲は何ですか っぱあるなでも私、あのー、あれ、やっぱ海辺とかドライブしたいなって思うんで、あのー、日本の歌で言うと、デフテックさんのキャッチダーウェーブめっちゃ好きです。窓開けてね。キャッチダーウェーブ感じてーって、めっちゃ気持ちいいですよね。大好きですね、キャッチダーウェーブ、デフテックさん。なんやろなあと、あの、洋楽やとなんやろな 洋楽、ウィズ・カリファーさんとか、トゥーパックさんとか。<laughs> そうヒップホップも好きですね。んん。ん M. アロハさん、ありがとうございます。メアリー・ジェイ・ブライズって言われたことありますかめっちゃありますよ。特に音楽好きな人たちにね。 海外、メアリー・イ・ブライしております嬉しいなやばい、時間経つの早すぎる。結局、やっぱ1時間やるんだ、私。<laughs> あと9分ぐらいだ。うーと、待ってくださいねあ。あ、里見平野さん、引き続きありがとうございます。歯を白くする方を知りたいです。あのね、ホワイトニングいいと思いますよ。私、昔、キャンキャンの,あのモデルやってたときに、 キャンキャンの企画で、ホームホワイトニングの企画やったんですけど、2週間ホワイトニングするって企画だったんですけど、も、ま、う、あ、1週間ですごく白くなりました。まあ、お薬染みますけど、しかもその期間、コーヒーとかカレーとかお茶飲めないんで、ちょっとそれ、まあちょっと辛いんですけど、それはすごく白くなりましたね、1週間で。それが10年以上前なんで、17歳ぐらいやったんで、十七17歳、17年も前やん。 やば。<laughs> 私34歳になったんですよ。34歳ですよ。17歳できた何も変わらないんですけど。あ、フェイスマンさんありがとうございます。昔、泊まりの撮影の際、紙袋一つ出かけた逸話はほんまですかほんとですかあ、ちょっとだけ違うのがビニール袋です。<laughs> コンビニの袋一つ持って、下着だけ入れて、 別にカバン持ってなかったんでお金なさすぎてそれで沖縄2泊3日とかはいビニール袋1個だけ持ってってびっくりされたびっくりされましたみんななんかガラガラのスーツケース持ってたんですけどで別にメイクしてくれる人いるし衣装仕事で衣装着るし下着だけ変えたらええんちゃうかと思ってビニール袋こうやって持って行きましたねやっぱ逸話なんですね <laughs> うん、うん。ブチャラティさん、ありがとうございます。夜ご飯食べました食べてないです。めっちゃお腹すぎた <laughs> 空いた。いた。皆さんもお腹すきましたよね。ちょっと食べながらとか、ほんまにすいたら食べてくださいね。お腹すきすぎたら気持ち悪くなるじゃない、気持くなる気持ち悪くなるじゃないですか。 やばい毎時間経つの早すぎてえー、えー、伊藤亮さんありがとうございます本を読んで大ファンになりましたありがとうございます iPhone ケースもパーカーもグッズも全部持ってます嬉しい応援してますありがとうございます嬉しい本当にちょっとしか出してないんでこれ全部持ってくださってるってすごいレアですわ iPhone ケース、私、これ、あ、すごい、もう、iPhone ケース。あっ、鏡だ。<laughs> めっちゃ映っちゃう。もう、これもね、もう、持ってないんですけど。なんか、かわいいの出したいな、また。みんなと一緒に考えてつね、作れたら楽しいな。ひろくん、ありがとうございます。 純ちゃん、おいっ子くんに何て呼ばれてますかまだ呼ばれないんですよ。まだ。でも、めあちゃんって呼んでほしい。多分めあのあが難しいと思うんで、最初、めいちゃんってなりそうですね。でも、妹のゆうも、いつもその、おいっ子ちゃんの前で、おいっ子くんの前で、私のこと、めあちゃんって呼んでくれるんで、めあちゃんって呼ばせようとしてくれてます。だから、人がめあちゃんって呼んでる姿見るの好きなんですよ。かわいい。 人がメアちゃんって言ってる姿が可愛くてそれ見たくて「めあちゃん」って呼んでくださいということが多いです。で大体これって男性は男性に「めあちゃん」って呼んでくださいって言うとやっぱ大体照れられます。恥ずかしいみたいです「めあちゃん」って響きが多分可愛いいから響きがうんうんー 何て読むんだろうやばい。私の漢字の、漢字力が。気変に追う、って書いて何て読むんですか気変に追う谷、やすさん。コウさんやね。コウさん。ありがとうございます。憧れてる役者さんいますか私はアンジェリーナ・ジョリーが大好きです。あとヒュージャックマンも大好きです。でも、めっちゃ好きですね。向こうのハリウッド俳優さん、女優さん。演技力とかで言う と、ケイト・ブランシェットも大好きだし、ケイト・ウィンステットも大好きだし、ジェシカ・チャスティーンさんも大好きだし、355って映画が今公開されてるじゃないですか。めっちゃ見たい。ジェシカ・チャスティーンジ。ジェシカ・チャスティーンさんもいるし、ペネロペーさんもいるし、でもジェシカ・チャスティーンさんからキャスティングしたんですって。すごくないですかインタビュー読んで。ジェシカ・チャスティーンってすごいねプロデューサーもやってんだなと思って。見たいなぁとって。 あかねみわさんありがとうございますで。現在も定期的に検診受けてますかこれはそうですね。子宮頸がん検診、私は受けてますよ。今のところ大丈夫ですよ。ね、早期発見が良かったりしますもんね。あと、ああとまあ、でも普段の食事、気をつけるのめちゃくちゃ大事ですね。うーん。 え相談が来た相談ナつナさんナつナさんかなナつナちゃんかなありがとうございます。メアリー・ジュンさん、相談なんですが、あと3分しかないやだ旦那がくすぐられるのが好きで、日曜日に10分くすぐらされます。ごめん、どっちそれこっちがくすぐるんだ。最近少し恥ずかしくて、私は何をしてるのかと思いました。メアリー・ジュンさんはどうしますかくすぐってあげますかうーん、旦那さんで、 大好きな旦那さんでくすぐられるの好きやったらくすぐりますけど10分は長いかな10分長いな1分かなあとはなんかそういうくすぐるこう機械とか打ってたらいいですよねそしたらもうはいポンってそれを <laughs> これだぞす思い出ってやりそうですけどねうーん 青い、T、さんありがとうございます。最近一番幸せやなって感じたことなんですかいっぱいあるね。常に幸せ。今もめっちゃ幸せですけど。うんでもやっぱりあの農業の学校で、その畑での実習で、みんながもう野菜のことしか考えてない時とき、当ん優しい時間なんですよ、その時もう天気のせいにしない。野菜のせいにしない。もう、我、もう自分のせいだっていう。 なんだろう何かのせいにしない。っていう、その、考えを、まあ、先生がされてて、でも、まあ、みんな、私たち、その、考えに影響を受けてて、なんだろうな、みんなが、そう、野菜のことだけを考える、何かのせいにせずに。っていう、その、時間は、すごく、こう、幸せでしたね。卒業しちゃって、すんま寂しいですわ。やばい、あと1分だ。もう、足りない。またやりたいな。 まだたいな。っていうことでですね、どうしよう。じゃあ最後、1個だけ答えよう。めちゃくちゃ嬉しいな、こんなに質問くれて。めっちゃ嬉しいですわ。あ、1日にどれくらいサリフ…あ、待って、嘘ださい、ね。ちょっと、どこ行ったどこ行った、まあ、今の。好きやぶちゃん、さんありがとうございます。毎日サリフ覚えをどれくらいやるんですかもう覚えちゃったら、もう全然やんないんですけど、 あの今、実はドラマ、私、実はもう入ってるんですけど、そのセリフが本当にもう難しいセリフばっかなんで、毎日ちょこちょこ読んでますね。ちょこちょこです。本当に10分、20分やるくらいです。はい。です。じゃあ、皆さん、もう7時半になっちゃった1時間、本当にこんなお腹すく時間に見ていただいて、コメントもしていただいて、本当にありがとうございます。えー この先、本当に皆さんから頂い,いた意見を参考にさせてもらいながら、素敵な動画、撮りたい、撮りたいと思います。ほんまになんか、質のいいもの、楽しいもの、撮りたいなと思ってますんで、ぜひ、皆さん、これからも楽しみにしててください。インスタライブも定期的にやりたいなと思います。いや、ほん、これ、残るんだもんね、コメント。だから、ほんまあ、参考させてもらいますね。朝日夕日夕見れる場所 ありがとうございました。じゃあみんな、みんなちゃんとご飯食べてくださいよ。体調気をつけてくださいね。あったかくしてくださいね。じゃあまたお会いしましょう。ありがとうございました。ほんまありがとうございました。